熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。キラキラキラと熱血中年の星。明けましておめでとうございます。明けましたね。そうですね、無事に猿年を迎えることができました、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。相変わらずの私たち。そうですね、今日はね新年ということで、新年らしく着物か何か華やかな格好してきてねってディレクターに言われたんですよ。そうなの。そう、 そうなの言われて一応私も持ってきたんですけど、もしかしたらベタちゃん忘れてるかもしれないなと思って、一応普通のこういった格好もしてきたんですけど、案の定私もすっかり忘れてた。あ、そうかと思って。ということで、もういつもの私たちでお送りしたいと思ってます。はい、もう今年もこういうマイペース、はい、どうやらテーマはマイペースになりそうですね。そうですね。でもペコちゃん、考えてみると去年は何か抱負を考えたでしょ、やっぱり。去年はね、私は貯金といって、いわゆるあの筋力の筋ね。あ、ちょっとこうフットワークを軽くしようと思って、そういう目標を立てたんですけど、本当に運動しなかったですね去年は。本当に、忙しかったもんね。ベタちゃんは？私は去年をそれこそ何着てくるか忘れたように何の抱負を、去年がすっごい昔の、去年のお正月が昔のことのような感じで、覚えてないんですよ去年立てた方。確かにね、何だったんだろう、未だに思い出せない、もうね1年も過ぎているので。だから今年はあのちゃんと抱負を紙に書く、あ、思い出した、メモを取るっていうことだったんだろうか、もしかして。どうだろう。でも本当にメモ取らないと忘れますよね、いろんなことがね。今年もどうやらいろいろメモを取りながら、こう同じことを繰り返し喋りながら、あの1年が過ぎそうな、そんな予感がします。変な予感ですけどね。変な予感ですけど、はい、まあ、その中でも楽しい面白い話題を見つけながらですね、いろいろ楽しく前向いていこうというのが、どうやら私の抱負になりそうです。ペタちゃん、はい、去年のこの番組、いろんなゲストの方に登場していただきましたよね。ありがとうございました、もう元気の出るね、はい、あの中年と認めていただいて、楽しい方、大勢、素敵な方出ていただきましたけれども、はい、でもあの何ですか、あの2人のこの、 あのよもやま話というのがなかなかできなかったね、はい、そうですね。そういった意味であのペタペコのファンっていうのも少しいるんですね。少しいてくださる、はい、ありがたいことでございます。普通の会話もぜひということで。この普通の会話が本当にしょうもない会話なんですけど ね。でもこの会話をしながら、やっぱりあの この番組をどうやって盛り上げていこう、ちょっと真面目にあの今日はですね、今回は語っていきたいなと思っておりました、はい、なんか考えていらっしゃいますか、ペコ山大先生。そうですね、やっぱりね、中年の方に夢とかいろいろ語ってもらいたいですよね。あ、夢ね、ペタちゃんもいろいろあるでしょ、夢って。夢、ドキ、欲しいものとか。あ、欲しいもの、例えばお年玉ほらみんなもらうじゃない、ちっちゃい子って。あ、もらうもらう。今もしお年玉がもらえるとしたら何が欲しい、自分がお年玉をもらえるとしたら、やっぱりほらお年玉ってそのお金で買えるようなものじゃないのよ、もうこの年になると。分かるような気がする。もうその、あの例えばあのこうなんていうの、あの美貌とかさ、あ、美貌っていうか、あのその美貌ほら自分にもともとない美貌じゃないのよ、あの昔ちょっとあった、昔のペタちゃんだけど綺麗だ、綺麗よ、綺麗綺麗、本当に綺麗で、本当に私、あ、この人が中上さんなんだと思って、スリムな素敵な方ねって思ってましたよ。本当に今もうにわかになんかもう取ってつけたように、取ってつけたように華やかさがありましたよね。いや自分の美貌っていうかさ、あの決してそんな美貌があったわけじゃないけど、せめてあの頃のなんか若さとかさ、そういうこうないもの、今はもうすっかり、あ、なんでこんなに記憶力なくなっちゃったんだろうとか、なくなるものばっかりだもんね、失っていくものばかり。そう、ね、あんなにほら打てば響くような会話が私たちだってできたわけじゃん、そうね、それがあの打って、あの 1,2,3,4,5,6 そうだったわねぐらいのちょっと時間がかかるようになったしね、かかるようになったし、そういうなんていうのかな、あのきらめいていた感性とかさ、まあ、あったと言ってるわけではないんだけど、あの今よりはあったわけで、
だけどその輝きに気づいてなかったね。あ、そう、自覚がなかった。結構なかったね。でも文句ばっかり、あの、うんうんうん、自分に対してもなんていうか、もっと今考えると自信を持ってみる。そうそうそう。若い人にお伝えしたいのはやっぱり、あの、唯一無二の自分に自信を持っていただきたいですよね。そう、唯一無二なんだもん、これが。そうなんですよね。これがほら、あの、自信を持ってさ、うん、これがいい私なんだって思ってないのに、なんかこう虚勢は張ってたのよ。なんていうか、うんうん、こう、なんていうか、張ったりはかましてたのよ、うんうん、でもこれ自分張ったりだからなっていうのがあって、なんかこうちょっと軸がずれそうっていうか、うんうんうん、そんなしながらこう今まで生きてきたわけ。なんか真面目な話しようとしてない。いいね、なんか真面目な。たまにはお正月ですから。お正月ですから、だから新春なんかこうだみたいになってきましたけど、うん、何が欲しいわけ。じゃあ若さとかそういうこと。やっぱりなんかもう小じわとかさ、うんうん、最近やっぱりもう女性、一応女性だったのね。なんかこう、あの、こう、まあ、もともとほくろ体質なんですけど、うんうん、まあ、それだけでなく、あの、こう色白なっていうか、あの頃ケアすればよかったなっていうような。でもペタちゃんの家に行くと必ず私の上に美顔器がボーンって置いてありましたよね。すごいなって。で結構高い化粧品とかをお年玉袋とかで買ってたりとかして。お年玉袋好きだった。そう、中上さんって結構あの好きなのねと思って、たくさんお年玉袋買ってましたよね。あの、ほら、あの福袋ってさ、買いたくなると毎年。それ福袋、お年玉袋っていう。あの福袋ってさ、うん、こう本当癖になるよね。毎年買わないと。それで私1回しか人生で買ったことがない。え、なんて堅実なお方。で、文房具を買ったんですけど、あまり欲しいものがなかった。あ、そうなの。それ以来あんまり買ったことがないです、ね、福袋ってさ、やっぱりこうほら残り物とかもういらない物とかいっぱい詰まってる場合もあるじゃん、うんうん、でも友達はすごく賢く使ってたりしてね。あ、それも使い方によるんですよね、うんうんうん、ほんと。でも福袋毎年買ってたな。最近それがないな。なんか冒険を求める気持ちがないのよ、うん、その賭けをしたりさ、あの、心の中でよ。私、あの、ギャンブルとか好きじゃないんですけど、うんうん、実際に、あの、だけどほら、なんかこうせめて福袋、こういう、そうよね、遊び心っていうかね、遊び心よ、うんうん、そういうのがなくなってきた。だからお年玉で欲しいとしたら、わかる。それも最近みかん取り放題に袋入れるとか、そういうのは得意なんですけどね。一個で多く詰めてやるっていうのは詰め放題、どうやればこれをもうね、うん、詰められるか、それはわかるんですけど、もう本当そういうなんか自分の中のそういう気持ちがだんだんこう薄れてきたのがね。じゃあワクワクした気持ちを取り戻そうって感じかな。そうなのよ。ペタちゃんとも去年会いたかったんだけど、うんうん、本当にペタちゃんと時間がなくて、お茶一杯飲めない感じでしたよね。いや、お茶飲むっていうか、ものすごくすごい忙しい時間見つけて、スーパーの、あの、自動販売機の前でものすごいお茶飲んだことあったね、まあ、短時間に。ありましたよね。それぐらいだったので、なんかすごい、ちょっとゆとりを持ちたいですよね、今年は。ゆとり。え、ペコちゃんは去年ものすごく忙しかったけど、今年はじゃあテーマはゆとりでいきますか。ゆとり、やっぱゆとりを持たないとチャンスを逃しちゃうんだって。いざっていう時とかに、あ、チャンス、対応できなかったりして。ゆとりを持つとチャンスを逃がす。あとやっぱりね、そういう、こう遊びの時間でやっぱり感じることとかたくさんあるし、人生1回しかないから、働いてばっかりもダメだし、グダグダしててもダメだと思うので、で働いてて、その前は、うん、あの、働いてない時間はゆとりでもっていろいろなんていうかできたんだけど、うん、今働いてない時間は疲れて寝ちゃってんだよ。それあるよね。もうすぐ暇があると、あ、なんか、あ、更年期障害、疲れた。でも本当に疲れてるのかもしれないしね、うん、そうね、うん、でもそれはそれで必要なのかもしれないんですけれども、そうね、今年はじゃあそういう遊び心というか、私もそれを、探求していこうかな、うんうん、十分遊んでるじゃんっていう感じ。そうですけどね。まあそういう感じで、はい、また今年もでも美味しいものをいっぱい、訪ねて。そうね、うん、美味しいものに関してはトラヤの羊羹が食べたいな。やっぱりあの和食じゃない、あの和菓子とかのテイストというか、うん、昔から好きだったよね。あの、そう、あの、黒糖饅頭とか。黒糖饅頭とか大好きですよね、今も、今も、うん、やっぱりそういうの変わらない。変わらないですね、日本人の心、うんうん、でも、私もそうなんですけど、でも、あ、私そうじゃないんです。ペタちゃんはね、ものすごく変わりましたよね。私もそうなんですけど、まずお菓子食べなかったもんね、あの、こんな若い時は。だからスリムだったのかしら、うん、でも、もう今もスリムですけど、いや、スリムじゃない、本当にあのお菓子などは一切、そんな女子供が口にするものは食べられるかいっていうような人生を。そう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 、本当、あの、主食があのビールとコーヒーと、昔タバコだったんですけどね、うんうんうん、もう今一切もう禁煙っていうか、もうタバコも吸ってます。今ヘルシーで、ペタちゃんの家に行くと果物
ものしか出ませんもんね。当たり前じゃないですか、豆乳とかね。豆乳は欠かさず飲んでるのよ、うんうん。でも今年はやっぱりそういうやっぱり健康にやっぱり気遣いながら、なんかこう本当に余裕というかね、ちょっと麗しさをにじみ出させる、そんな中年になりたい。あ、絞れて絞れてしばしばカサカサどうやら年始めからですね、はい、日常会話をまた伝えてしまったという感じの、ね、そうですね2人です。そうです、まあ、今年もね、またいろんなゲストの方を紹介しますけれども、たまにはこうペタちゃんと2人で水に出すっていうのもなかなかいいですよ ね、 そ う、 ですね。もうそういう感じであの人生を語っていきましょう、うん、はい。またあの相変わらずこの番組ではですね、あの素敵なあの元気の出る中年の方、うん、ただしご自分で中年と認めていただかなくてはいけないんですけれどもそうですね、はい、方にですねご登場いただきたいと思いました。詳しくはあの詳しくはじゃなくてちょっとこうね、Facebook などにこう入れていただいたり、はい、こちらの方にですね、そうですね、こちらまで手入れていただくとありがたいです、はい。今年はあのどんな年になりそうかというと、いろいろまた言いながら、ああでもないこうでもないと2人で会話を続けていく年にどうやらなりそうです、ね、そうですね。でもよかったよねペタちゃんがいて、うん、なんでやっぱりこういろいろと小さなことから大きなことまで語れる友達がいるって嬉しいことですよね、うん、大事だよね、ありがたい、うん。あのまたあの去年の場合は忙しくてあまり喋れなかったけど、うんうん、いてくれるっていうだけでなんかあるとこうあのそれこそちょっとメールで、うん、あのちょっと疲れてないとかね、うん、お互い言い合える友達がいるっていうことはねありがたいことでございます。そうですね、うん、でも長くなりましたねペタちゃんと一緒に仕事をするのもね。そうなの、うん、まさかこんなにね。そう長く今でもあのペタペコのラジオ聞いてましたっていう声とかよく聞きますもんね。ありがたいことでございます。大体年齢わかりますけどね。大体年齢わかりますけどねまたあのそういったあのお仲間の皆さんですね、はい、あのぜひあのこの番組をたまにあのご覧いただきますといろんなことを相変わらずの感じで喋っておりますので、であのご自分たちでも参加していただいたりとかですね、うんうんうん、あのしていただいたり、そんな感じで過ごしていきたい。心はあくまで乙女の私たち嘘嘘みたいな感じですけれどもこのお正月の過ごし方としてはね、うんうん、あのみんなで家族団らんで過ごしたりとか、みんなこうほらいろいろ久々のお友達だったりとか、ね、うんうん、あのしたわけですけれども、してるはずなんですけれども、あ違うかでも私などはもうほらあの子供がだいぶこう大きくな高校生になりますと、うんうん、もう親を顧みずあの友達と遊び行っちゃうじゃん。自分もそうだったよ。なるんだろうねやっぱり ねするとさ、一人あの、ね、残り物の雑煮なんかをすすりながらさ、人生何なのよみたいな、さあエンディングノートでもつけてみようかな早いかしら、まあ、備えあれば憂いなしということで、そんなこんな言いながらも、うんうん、あのちょっと 夢日記っていうかさ、あのそのエンディングノートとは別にね、やっぱり今年は久々にあの夢ノートっていうのを、うんうん、あのまたつけてみよう。若い頃つけてたのよ。そう夢ノート知ってる、知ってる。ペタちゃんの屋根裏部屋に屋根裏部屋で夢ノートを書いて埋めたっていうか、埋めるって屋根裏に入れたんだよ。入れたよね。そうそう懐かしいです ね、 ね、屋根裏部屋。31日の大晦日に集まって来年の抱負を書きましたよ ね、 あんなことしてたけど、たまにはやんなきゃいけないね。来年あたりは来年考えたらね、来年のことを言うと鬼が笑うって言うけど、来年あたりはまた集まってさ、うん、もうああでもないこうでもないと言いながら、新年始まったばかりだからもう来年のことを言ってるかと言われそうですか。確かにこうね、今よくあのセミナーとかいろいろモチベーションアップとかあると、うんうん、必ず目標が定まらなければみたいなところあるじゃないですか。自然にやってたね昔は。考えたら昔は、ね、そしてあの自分、あただ一つ今やってなかったことが、うんうん、己を知るってことを知らない今やっぱりあれセミナーとかでさ、うんうん、まず自分を知ろうっていうのが、うんうん、あの基本じゃん。自己理解みたいなことですよね。自己理解みたいな。そしたらさ、うん、考えてみると若い頃は自分を知ってるつもりで全然分かってなかった。確かにそれはあるよね。その話の続きじゃないけど、うんうんうん、だって未だにさ分かんないもん。分かんない。だから面白いんじゃない分かってごらんなさいよ語るねこういうね、私たちの、 あの、はい、気ままなトークに、まあ、よく最後までお付き合いくださいましたねありがとうございました。ありがとうございました。これに懲りずにね、はい、
和田さん皆さんのですねあのこう参加もお待ちしております。そうですね、明るい番組にしたいと張り切っています。そして皆さんがまずですねこういうあの画面をどこかであの Facebook やどこかでこうあ見かけたなあ流れてきたなと思ったらまずポチッとしていただくこと、はい、いいねってしていただくこと、それが大事です。それがスタートです。何かに暗示にかけようとしてるから何かの催眠術かなんかをかけようとしてるんですけど、まあ、こうすることによってですね、うんうん、人生がだんだん怪しい宗教家のようになってきましたねもうねあの一歩踏み出すことによってあなたの人生が変わってくる、あなたの中年としての人生が変わってくる。何を言ってるんだかだんだん分かんなくなってきましたけれども ね、今年もこのような感じでお届けしてまいりたいと思います。はい、今回も最後までお聞きいただきご覧いただきこの2人の映像をありがとうございました。それでは次回からはまた素敵なゲストをお迎えしてしますよ、はい、お送りしてまいりたいと思います。それでは次回まで To be continued。